日銀が大規模金融緩和策の見直しを決めたことを受けて円相場は一時1ドル =130 円台にまで値上がりしましまた外国為替市場では日銀が金融緩和策の一部を見直し長期金利の変動幅をプラスマイナス0.5%程度に拡大する方針を決めたことを受けて 日米の金利差の縮小が意識され、21日にはおよそ4ヶ月半ぶりに1ドル130円台半ばまで円高ドル安が進みました。市場関係者は金融緩和の巻き戻しが進んでいくとの見方が広がりやすく、円高方向に進む地合いが強いと見ています。